眼瞼下垂眼瞼下垂とは、先天的理由、後天的理由により、上眼圏の機能に障害が生じ、まぶたが開きづらくなる疾病の一つ。以下の3つに分類される、先天性眼瞼下垂後天性、眼瞼下に偽眼瞼下垂視界が制限され、無意識に眉毛を挙上して、まぶたを開こうとするため、あるいは、顎を挙上するため、頭痛や肩こり、 腰痛、まぶたを開ける筋肉に過度な負担がかかるため眼性疲労を併発することがある。眼筋疾患による眼鏡下垂は筋肉疲労により症状が出現し、急速により回復するのが特徴。片側性の場合、非対称なので容易に気づきうるが、両側性の場合は対称性の変化なので診察時に気づかれない場合がある。軽度の眼鏡下垂の場合、 あまり自覚症状がないが、重症化すると、視界が制限された状態になるので、怪我や転倒、自動車事故などを誘発しうる疾患である。両目性眼鏡下水が長期にわたり放置されると、視力あるのに、目が開かない状態で、機能的盲目に陥ることが稀にある。対症療法では治癒することはなく、原因となる疾患や行為に対処しない限り、慢性的に進行する。 軽度の眼鏡下水でも、頭痛、軽物痛、目の奥の痛み、うつなどの症状が出ることもある。眼鏡下水は症状名であり、その治療は原因疾患によって異なる。自己免疫疾患の結果として生じた、眼鏡下水に対しては、原因疾患に対する薬物療法が十分、行われた上で、まだ残存する下がり幅については、手術が追加されることがある。 より一般的な加齢に伴う変化や、ハードコンタクトレンズ長期使用等から発生した、眼検下水には、手術が有効である。一部の眼科、形成外科、または、美容外科において手術が行われている。手術方法として、まぶたの表の皮膚側から切開を行う、経皮法と、まぶたの裏の結膜側から手術を行う。 軽血膜法が存在するが、日本の保健診療においては大多数の病院が皮膚の切開を伴う手術法を行っており、軽血膜法を実施している保健医療機関は極めて少ない。美容外科においては皮膚切開法と切らない眼検下水手術として、血膜側から包合糸を埋没させる手術法が行われているが、後者は近年行われ始めた方法であり、 長期的な居上効果が、切開法と同等にあるかは不明。皮膚切開法では、重まぶた形成術と同じく、上眼鏡上の皮膚を切開し、上眼鏡虚筋から続いている、眼瞼虚筋腱膜を眼瞼腱板に包合したり、ミュラー筋を短縮する手術を行うことにより、治療できる。ただし、この方法を、眼瞼虚筋の居上力が著しく弱い症例に適応した場合、 ウサギがんを生じることがある。その場合、ベル現象が認められない症例では、角膜の障害はより重度となる。1日の中で症状の強さが変動するケースでは、術ごとがんにならないようにする調整が難しく、眼ん検手術に精通した術者によって手術が行われている。治療法としては、細菌西洋的検知を重視する患者が増え、 虚筋前転術やニルトポーを選ぶ患者が増えているが、先天性眼鏡下水でしばしば見られる、虚筋機能がほとんどない患者には、自己の筋膜や、ゴアテックス等人工創材を用いた、前頭筋釣り上げ術を要することがある。高齢で皮膚の余剰が多いことから、虚筋やミューラー筋の前転のみでは、まぶたの皮膚がかぶさり、視野を妨げる場合は、 上まぶたの皮膚切除が行われることもある。皮膚切除の方法として近年、眉毛の下の皮膚を切除する、眉毛下皮膚切除術が徐々に普及している。これは、美容外科では、眉下切開、上眼剣リフトなどとも呼ばれる。手術以外の対処法としては、テープ調布でまぶたを引き上げたり、クラッチメガネを使用することで、短時間なら視野を確保できる。ありがとうございます。